やっほー。こんばんは、こんにちは、おはようございます。森有でございます。アイスを食べながらみんなと喋ろうかなみたいな感じです。はい、なんですけど、だから生放送にすればよくねみたいな感じなんですけど、私今ねすごくショックだったのがね、あのね、私ハーゲンダッツが大好きなんです。でハーゲンダッツのほうじ茶ラテというものが出ていてですね、ふわーっと思って、でこの引っ越しの最中もハーゲンダッツのこの蓋だけをめっちゃストックして、こうやってふわーって飾ってあったぐらいハーゲンダッツ大好きで、この期間限定が大好きなんですよ特に。なのでパンプキンがめっちゃ大好きで、パンプキン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 、時々なんか芋みたいなのが入ってて、でパンプキンパンプキンパンプキン、なんか時々なんかクランベリー的なのが入ってて、でパンプキンほうじ茶みたいなのを並べようって思ってたんですけど、見事に捨てられてて、あーショックって思ってて、コレクターだったのがなんかすごいショックを受けているんですけれども、でね今ね、まあ結局だから捨てられちゃったからもういいやと思って、この蓋も結局捨てるんですけど、別に取っといても何にもすることないんですよ。めんこぐらいじゃない、こうペッて、めんこなんかこうおはじきみたいなペッてやるぐらいだと思うんだけど、高いじゃんだってハーゲンダッツ買ってご褒美に食べようって思ったのよ。思ったんだけどさ、思った、見てこれ、見てこのスプーン、違うじゃん、ハーゲンダッツのスプーンってさ違うじゃん。ハーゲンダッツのもはやハーゲンダッツのスプーンをもらうためにハーゲンダッツ買うみたいなもんなぐらいじゃん、ぐらいこだわりあるじゃんスプーンって。これ負けるじゃんハーゲンダッツのこの硬さに、みたいな感じになってて、今あーってなってるから動画撮っとこうと思って、皆さんの意見を聞きたいなと思ったんですけど、しょうもない動画なんですけどね。ただ本当に私本当だってさ、これハーゲンダッツになぜこれをつけたんだよっていうメンズ、本当に怒っている。本当に食に関しては厳しいですからね私。あの甘いものとお菓子とかは食べないんですよ。でアイスは好きでご褒美に買おうみたいな時はあって、でたまに食べるんですけど、だからこそなんかこのさアイスのスプーン本当にショックで、でなんかね私ね、そのコンビニの話題についていろいろあるんですよ本当に。もうこの顔見てわかると思うけど、相当もう嫌なことされてて店員さんに、なんか、まあ、これは地元の話なんですけど、この、まあ、スプーンとかもそうなんだけど、ハーゲンダッツ買った時、まあ、これもハーゲンダッツ買った時なんですけどね、ハーゲンダッツ買ったら、まあ、これじゃなくて普通にスプーン、普通のスプーンがつくじゃないですか、いつものハーゲンダッツって書いてあるスプーンつくんだけど、なんか私の友達はあの木べらの方が良かったらしくて、プラスチック製じゃなくて木べらのあるじゃん普通のアイス食べるやつが良くて、ハーゲンダッツを買ったんだけど木べらのスプーンが欲しくて、そっちにしてもらえませんかって聞いてたんです。で私は私で逆にあの木べらがね前刺さったことがあったの。なんかこう なんつうの、あのちっちゃい時に木べらのアイスでこう食べてて血が出ちゃったことがあって怖かったから、私はじゃあ友達がそのハーゲンダッツのスプーンいらないんだったら交換しようよって友達に私は言ったのその場で。そしたら店員さんがね、あハーゲンダッツお買い上げじゃない方にはハーゲンダッツのスプーンを差し上げていませんし、そもそもハーゲンダッツを買っておられるんでしたら木べらのアイスのこのスプーンを選択する余地はありませんみたいなこと言われて、えどういうこと、意味がわからない、何を言ってるんだみたいな。でまずさ、そもそもね、あの100歩譲って私ハーゲンダッツ買ってなかったから別に拒否られてもまあああって思ったんだけど、でも私店員さんに言ってるわけじゃなくて、友達に普通にだからあの後で交換しようって言っただけだったんだけど、その会話を聞いててすごいそのおじさんが突っ込んできたわけ。
だからすごいね、ハーゲンダッツ大好きなのに、ハーゲンダッツのスプーン事情についてすごい嫌な思い出があって、なんかしかもこの店舗っていうか、このなんかについてはすごくなんかね、いろんなことを言われててすごい嫌な気持ちなの。だからそこ溶けてきちゃった。溶けてきたからこれでもう食べれると思うんだけど、まあとりあえず食べるね、食べてみるね。知ってる、みんなハーゲンダッツのさ、食べるそのタイミングって知ってます？うわー、美味しそうなんですけど、本当にほうじ茶の匂い、ああ食べてみたいと思います。あのハーゲンダッツが食べるねタイミングって、こうやってやった時にふにゅーんってふにゅーんって出てくるんだって。出てこないね、まだなんだけど、ちょっと食べてみたいと思います。ほら、明らか硬いよね。ほら、明らか食べれないもんね。明らか食べれないんですよ。なのにこういうのをさ、なんで渡すんだろうっていうね、本当に悲しいよ私はいや、あのね、あのスプーンごときに何言ってんだよって思うかもしんないよ、思うかもしんないけど、だからデブなんだよとか思うかもしんないけど、ハーゲンダッツってそこまでなんですよ。高い、もうなんかもうこうなる商品なのに、なんかハーゲンダッツ買ったんだっていうあれがなかったんですよね。このスプーンもらった時に、このスプーンはこのスプーンでヨーグルトでお世話になってますけど、ハーゲンダッツのスプーンが欲しかったっていう、うん、おいしい、うまいね。かろうじてここカッカッってやって取ったけど、クッって刺すしかない。ほらこのレベルだもん、だってこれで刺さないと救えない、クッって、はぁ、いただきます。うまい、おいしい。私ほうじ茶ラテって無敵だと思うんですよ。でほうじ茶ラテが好きすぎて、でもほうじ茶が売ってない時あるじゃん、ほうじ茶ラテ。だから自分でほうじ茶を沸かして、でミルク入れて、なんかちょっとほうじ茶ラテっぽく飲んでたことがあったんですけど、やっぱね、まあ無理だね、勝てないね。皆さんアイスって噛んで食べてます？なんか今すごい思った、私アイス噛んでんだよね。みんな何、みんな何の、どう食べてんの、アイスって。アイスってそもそもどうやって食べるの、もの。みんな生きててさ、アイスの食べ方って考えたことある？なくない？え、今何言ってんのお前ってなってると思うけど、なくない？考えたこと。私どうやって食べてたっけって今一瞬思っちゃった。そんぐらい人を迷わせるのよ、このハーゲンダッツのスプーンがないと。本当にどうでもいい動画なんですけどね。はい、ということで今日はハーゲンダッツのスプーンについてただ喋っただけの動画でした。ティントの威力は証明されたね。食べててもだって取れないもんね。バイバイ、おやすみなさい。